皆さんどうも、毎度おなじみぽちぽです。はい、皆さん、バンダバンチャンネル登録してくれているでしょうか。どんどんね、オリパ開けてね、もっと盛り上げていきたいんで、ぜひともね、皆様の応援が必要です。どしどしバンダバンを盛り上げてってください。ということで、今日のオリパはですね、またもやタンヤさん、今回第2弾ですね、購入させてもらいました。ツイッター限定ということで、まあベースでも販売されてたんですけど、今回はツイッター限定で、購入させてもらいました。詳細もね、またね、消えちゃってて、前回と同様ね、ちょっと内容がもう不明になっちゃってるんですけども、確か一番大当たりが誘発子、まあ誘発セットだったと思うんですよね。あの女の子の、結構セットがこうぎっしりこう並んどった写真とかあったんで、多分引き換え券が入ってるっていう、そういうのもちょろっと見たいんで、でもちょっともうほんまに内容が、全部書き消されてって、説明できないので、まああとはもう謎で、今回も開けていくんですけども、まあ一口5000円のオリパーになります。まあまあまあ、マイルド系かな、マイルドオリパー的な感じになるかなと思うんですけども、まあ保証もね、まあこの間開けた感じだとタンヤさん結構ね、強めのカード1000円ぐらいのね、オリパー開けましたよね。結構強めの外れのカードも入ってたんで、まあ期待はできるっちゃできるかなと思うんですよね。5000円だとね。だから、半分でも2500円ぐらいだと結構ね、有料カードを、眠らしとかないと、ね、有名なカードね、多分ちらほら出てくると思います。はい、ということでね、今回も開けていきましょう。一口、5000円で、まあ、一口しか今回購入してないんですけども、ほんまにもう一発勝負で、はい、やっていきたいと思います。はい。いや、今日も豪華ですわ、これ。ね、この間見たまんまですけども、はい。いや、ええですね、これ何回見てもね、この封筒が、この二度地に、タンヤというかね、鶴の、はい、家紋みたいな感じのね、はい、モチーフの、イラストですけども、はい、ほんまにもう豪華さを、際立っております。あれ二口入っとるな。あれ二口、あれ俺二口購入したんだっけな。ちょっと忘れちゃったな。え、何でしょ、二口購入したんですか。5000円パック購入したような感じがしたんやけども、二口入ってくれてますね。あれ、なんでやろ。これでこの二つで一口なんかな、多分一口、うん、一口だと思うんです。これ書いてますね、ここに誘発ガールズ、はい、これですね、はい、ラインナップはこれです。これがもう大当たり、これが5枚セットバンバンバーンと載ってます。これ全部20すかな。そうやね、全部これ20すですわ、うん、5枚とも全部20すです。なんで相当でかいですよ、はい、あ、ほら見てください、総数20パックね、こんな機種がないんですよ、はい、だからなかなか手に入れられる人もね、少なかったと思います。はい、結構貴重なオリパです。はい、ということでね、開封していきます。1パック5000円って書いてますね。え、2パック、え、1パック5000円、2パック、1パック5000円、2パック、え、俺一口しか買ってなかったような感じがするんだけど、あれおかしいな、あれ2パック買ったっけな。はい、ということで一口ね、見ていきたいと思います。一口目、タンヤさんのね、さあ、おお、ローダーに入っとる、マジか。え、じゃあもうそのまま見れ、あ、そのまま見れちゃいました、ごめんなさい、はい、もうバンダーって言う前に、はい、見えちゃいましたね、はい、そのまま見えちゃいました。はい、20sの、バリアントシャークランサーというね、20sシークレットです。外れ商品ですね、これはね。これはいくらぐらいなんやろか。だから一口5000円やさか、まあ2000円ぐらいしと、まあ2000円か、20sだから2000円ぐらいはするのか、さすがに、まあまあまあ2000円だったらね、2000円ぐらい買えてくる感じなのかな。はい、でもう一口、もう一口、え、もう一口ってこれ、え、な、え、一パック5000円やろ？おかしいね、なんか。一パック5000円やけど、俺1万円振り込んだか？ん？結構ちょっともう前で、結構前の話になってきちゃったんで、ほんまにこれええな、しかしな、このシールは。もう漢字がもうほんまにもう、和柄ペースト、ベースト、ベース、和柄ベース、和ベースでもう来てますからね。もう日本人にとっても最強ですわ、これ。はい。はい、じゃあもうそのまま見えるということで、はい。引き換え券、
引き会見ですよ。いきますよ。はい。誘発5枚セット。せーの。バターン。爆死。え、何これ。あ、これプリズマの方か。あー、はい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 。蒼天の、はい。蒼天の章。え、なんで、え、ちょっと待って。蒼天章かな。蒼天章。はい。中国っぽいそうですね、これね、完全にね、はあ、中国の武将っぽいっす。いや、そうか、日本か、うん、中国も日本もあんま変わらへん、うん、はい、ということでね、この2枚、いただきましたと。トゥエンティーズとプリズマでしたね。これってトゥエンティーズとプリズマ1枚ずつ入ってる。いや、そんなことないよな、そんなことないよな。え、でも5000円、5000円で1パック5000円、これですよね。これ一口しか買ってなんかというのが出てくる。はい、ということでね、パン屋さんのツイッター、限定オリバー今回、一口5000円のね、2パック、こう、開けさせてもらいました。多分一口買ってなかったと思うんやけどもね。はい、ということでね、まあ誘発のこのね、引き換えはゲットできずなんですけど、結構ね、やっぱりパン屋さんのね、なんやかんやオリバーええー、と思いますよ。外れでもラインナップも強いと私的には感じます。はい、感じますけどね。はい、またタンヤさんね、ちょっともうこの頃消えちゃっててね、リツイートツイートとかないんやけども、もうなんかやめるっぽいんよね。ほんまに前回話したようにもうやめるっぽいんで、うわ残念やなと思うんやけど、この間出会ったばっかりやねん、もうやめちゃうのみたいな、うん、まあ前からしよったんかもしれへんけどね、うん、もうやめちゃうっていうか、もう出会ったばっかりにやめちゃうっていうか、なんかね、うん、これからのお付き合いしようかなと思ったんだけど、まあ、ということで、前の話に戻りますけどね、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いしますね。はい、もうどんどんね、オリパをね、開けていきたいんでね、皆さんのね、気持ちが大事、気持ちでね、お答えしていくんで、気持ちを、皆さんもください。ということで、チャンネル登録をお願いいたします。あとね、コメントとか、グッドボタンとかね、バッドボタンとか、ああいうね、評価のボタンもいろいろ、ポチポチ押しまくっちゃってくださいね。もう一人見たら、ご視聴くださった方、絶対に何かしらやってください。はい、お願いしますよ。では、また次回の動画でお会いしましょう。暑い日を、バンドマンでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。よろしくお願いします。